サントゴヤ温泉は、栃木県那須塩原市旧藍津中街道の山と、小屋宿近くにある、板室温泉里エリアの温泉。江戸時代には、那須七、湯を構成する温泉に数えられ、現在でも那須温泉郷を構成する温泉として、数えられる。アクセスは徒歩のみ、トレッキング程度以上の装備が良い。効能はその効果を万人に保証するものではない。 朝日岳の西側の山腹標高約1460メートルに温泉が位置する。温泉地は周囲を那須町に囲まれた那須塩原市の飛び地にある。谷を下って約3キロメートルの地に旧合図中海道、母親戦争の古戦場、山戸小屋宿跡がある。旅館は2軒、大黒屋とタバコ屋がある。那須岳登山道のルートの途中にあることから、 それらの山小屋としての扱いが強く、宿泊客も旅館のためだけの利用が非常に少なく、那須だけ登山者の利用がほとんどである。長席職の提供あり、冬季休業。電力の供給はなく、各山小屋の自家発電が行われている。通常の携帯電話は、県外で固定電話回線の供給が行われていないため、衛星電話回線の公衆電話が設置されている。 1999年までは日帰り入浴ができたが、それ以降は不可能となっている。2021年6月12日現在、期間限定で可能となっている。1143年欧州忍郡忍村の生島坊により発見されたと伝えられている。明治時代には旅館は5軒あった。宇都宮線黒磯駅より関東自動車バスで約75分。 ナスロープウェイに乗り換え、山頂駅下車、牛首経由徒歩で約120分。または、峠の茶屋駐車場峰の茶屋サントゴヤ徒歩で約120分。サントゴヤ宿はかつて、合図中街道にあった宿場。サントゴヤ温泉から3キロメートルほど西の中川上流、北伊37度08分04秒、北計139度55分33秒。 北緯37.134344度統計139.925860度、37.134344139.925860にあった。現在は無人であり、宿跡が那須塩原市指定の史跡になっている。ありがとうございます。